すすめアペア候補室、アペア候補の中井です。今回はロットの比較動画になります。ご紹介させてもらうのがこちらのグランデージ STD の 83L と 86 の ML になります。春になってきたということで、おすすめの2機種になるんですが、春といえばメインベイトがバチであったり、ハクであったり、あとは小型のカタクチワシだったりと小さい、メインベイトが多くなってきがちなんですけども、するとルアーも小さいルアーを使うケースが河川や港湾では多くなってくるんですけど、そういう時におすすめの2機種になります。今回はこの2機種を使って、いろんなルアーを投げてみたりしながら、操作感やキャストフィールなどをお伝えできればいいかなと思います。はい、ではまず一番軽いパンチラインの60の 5g、 これからちょっとやってみたいと思います。その ML クラスだったらちょっと軽いところの 5g なんですけど、今回はまず 83L から始めてみたいと思います。これ十分飛ぶな。 83L は結構ティップも柔らかいんで、もちろんモデルが 83L ってライトアクションなんで、この軽いルアーも投げやすいんですけど、1年通してこのロットでいけるかって言われたらちょっとしんどいところはあるかもしれないんですけど、この春先のバチやマイクロを攻略する上でどうしても粘り用のプラグとかも使うことが多くなってくると思うんですけど、そういう時には非常に使いやすいと思うので、メインロットが1本あってこの春時期のサブロットとして選んでもらってもいいんじゃないかなと思いますね。やっぱりこのネバリオのプラグとかやと軽いのでラインも細くされる方が多いと思うんですけど、これでつけても 0.65 なんですけど、0.45 ぐらいからでも十分対応できると思うので、自分は結構春先メインロットになったりしますね。この 83L はスペックが 5g から 21g までなんですけど、この感じでは 3g ぐらいからでも全然使ってもらえるかなというふうに思います。次はちょっと重さを上げてやってみたいと思います。では続いてハイドロアッパースリムの 100S ですね。 10g ちょっと、次はちょっとこれを投げてみたいと思います。ちょうどこのロットの表記でど真ん中ぐらいの自重になるので、一番快適に投げやすいところかなと思います。バチ抜け用のプラグやと 10g 前後ぐらいのルアーが多いので、ちょうど投げやすいんじゃないかなと思いますね。あとはグランデージ全体の特徴にもなるんですけど、結構レギュラーとかモデレートアクションなので、ロット自体が本当に誰でも投げやすいロットになってると思います。しっかりルアーを竿に乗せて投げれるので、結構針の強い竿とかやと投げる時のリリースタイミングが結構狭かったりするんですけど、このグランデージは結構しっかり曲がってくれるのでキャストの幅が広いんですね。なんでしっかり乗せて安定した飛距離を出すことができるので、本当に初心者の方にも使いやすいロットになってるんじゃないかなと思います。バチ抜けとかだと基本ただ巻きの釣りが多いと思うんですけど、こういった感じのトップウォーター使うときみたいな繊細なアクションとかも、やっぱりティップは結構しなやかに曲がってくれるんで、やりやすいかなというふうに思います。ちょうど投げやすいぐらいの重さですね。次に 15g のバイブレーションちょっとつけてみました。ちょっとやってみたいと思います。15g の全然余裕ですね。やっぱり、ちょっと抵抗強いルアーだとしんどいかなと思ったんですけど、全然 15g ぐらいまでなら問題ないですね。そしてルアーの面積が大きいルアーになってくるとしんどいんですけど、こういうバイブレーションみたいな小さいシルエットのルアーと 15g ぐらいやったら全然問題なく扱います。リフト&フォールとかも釣りも全然に快適に行えますね。結構春先はバイブレーションも有効で、うちで言ったアポライジングとかこのラックボイゴーストとか、この辺りも使用頻度が結構多くなってくるんですけど、本当にこの1本でそのベイトパターンからあのバチ抜けのパターンから全て1本でできるんじゃないかなというふうに思います。次はさらにちょっとルアーの面積を上げてちょっと大きいルアー投げてみたいと思います。ちょっと最後にドーバーの 120F リーバーですね。ミノーでも12センチクラスのちょっと大きいミノーなんですけど、これを投げるとどうなるかっていうところですね。これが 18g で表記が 21g までなので、全然背負えるところではあるんですけど、実際投げてみてどうかっていうところですね。全然投げれるのは投げれるんですけど、やっぱちょっとそのルアーの面積が大きい分投げるときにちょっと抵抗ある感じですね。ここはおそらく次投げる 86ml の方がやっぱ振り抜きやすいというか飛距離は出しやすいかなというふうに思います。
初速は出るんですけどね、途中で失速しちゃうんですよね。まあ、ラインの太さの太さとのバランスもあるとは思うんですけど、まあ、あんまりこのロッドとの相性は良くないかなっていう感じです。できたらもう ML からそれより上、 ML、M クラスのロッドで投げるのがいいんじゃないかなと思います。では次は、グランデージの 86ml、 これでまず最初は先ほどと同じでパンチラインの 605g のルアーですね、投げていきたいなと思います。さあどうか。投げれるっちゃ投げれるけど、やっぱ 83ml の方が投げてて気持ちいい感じはありますね。ロッドのティップで弾くように投げてあげたら86でも十分投げれるんですけど、まあ、竿に乗せて遠くまで運ぶっていう面では83L の方が投げやすいのかなと思います。ただ86の ML やってもこの 5g がやっぱり一番加減のルアーウェイトになるかなというところですね。一応スペック上では7から 28g まで投げれるので、7g 下回ってるパンチライン60なんですけど、このタックは 0.85 で投げてるんですけど十分投げれますね。どっちかというと垂らしを短くして、もうティップで弾いて投げるような感じで投げてもらえればいい感じに投げれるんじゃないかなと思います。はい、じゃあ先ほどと同じ流れでパンチラインスリムの 100S ですね。やっぱりこれでもまだちょっと軽いかなとはちょっと感じますね。さっきの 83ml で一番気持ちよく投げれるのがここの重さやったんですけど、86の ml やともうちょっと気持ち重たくてもいいのかなっていうのは、もう操作感はね安定してめちゃくちゃいいんですけど、一番ベストウェイトって言われるとちょっともう少し重たい方がいいかなっていう風に感じます。だけどこの 86ml は、まあ、港湾とか河川でやる上で本当に一番ど真ん中のスペックになってくるので、本当に1本持っておいてもらえるとどこでも使いやすいんじゃないかなと思います。パワーありますし、投げるときはしっかりルアーウェイトがしっかり曲がって入ってくれるんで、本当に誰が投げても飛ばしやすい竿やと思います。次はラックブイゴースト 15g のバイブレーションですね。やっぱここが一番かな、この86mmだと一番気持ちよく投げれて、なおかつ一番飛ぶところ、巻き抵抗の感じとかもちょうどいいバランスでロッドを曲がってくれてるんで、 15g から 17g ぐらいが86の ml やと使いやすいところになるかなと思います。 83mm も断然飛距離も出てますし、巻いとってちょうど心地いいというか、ティップが入りすぎず必要な分だけティップが入ってくれてる感じですね。では最後に120リバ 18g、 さっきの 83L やったらちょっとしんどいところやったんですけど、まあ、86で投げてみたらどうかっていうところですね。まあ、多分スローの映像とか見てもらったら分かると思うんですけど、まあ、やっぱバットにやっぱだいぶ 83L から力あるので、振り切った時のやっぱ安心感は全然違いますね。ティップも必要な分しか曲がらないので、どうしても 83L やと曲げた後結構ブレちゃうんで飛距離も落ちやすいんですけど、こっちの86やったらやっぱそれはだいぶ軽減されるので、飛距離も最後の伸びがやっぱすごい感じますね。まあ、この感じやと、まあ1オンスまでスペック上では揃えるので、まだまだ余裕はあるんですけど、こういうちょっと大型のミノを使うにはやっぱり硬さはもう一つ上のミディアムクラス入れてもらった方が扱いはしやすいかなと思います。まあ、けど今回は春におすすめのロッドの2機種ということなので、春先ね、あんまりこういう大型のミノっていうのは使うところもあると思いますけど、まあ、比較的小さいベイトになっている時は小型のルアーを使うことが多いので、まあそういう時にはおすすめなんじゃないかなと思います。120F リーバーぐらいまでやったら問題なく投げれるので、まあ、シーズン通して1本で行きたいっていう方とかはね、この86の ML とかはとてもいいかなと思うんですけど、春先限定で使いたいとか、そういうサブロッドとして何か探してる方とかは 83L とかはすごくいいんじゃないかなと思いますね。ネバルロッドとかでねされてる方もいらっしゃいますけど、結構そういう時に限って不意にちょっと大きいやつ来たりもするので、まあ、そういう時はやっぱりシーバースロットとしてのバットパワーのある 83L ぐらいの方がやっぱり使ってて安心感はすごいあるかなと思います。はい、ではちょっと最後無理やりですけど 30g のルアーをつけて投げてみたいと思います。 28g の中でちょっとオーバースペックのところを投げたらどうなるかというところですね。まあ投げれんことはないけど、
やっぱちょっと不安感はありますよね。ちょっとパンチラインのマッスル無理やり2つつけて 30g にしてるんですけど、オーバーウェイトになってくるとティップが曲がりすぎて、ここで力ためた瞬間にちょっと怖いかなっていうのはあるので、一番使いやすいのは15から23とか24とかそれぐらいまでが、この 86ml では一番使いやすいところの重さになってるんじゃないかなと思います。はい、今回はこちらのグランデ GSTD のシリーズの中の 83L と 86ml をご紹介させていただきました。春シーズンということで小型ルアーを特化して使いたいのであれば 83L で、シーズン通して使いたいけど、春先小型ルアーも使いたいよっていう方はこちらの 86ml を使っていただければいいんじゃないかなと思います。これからね、どんどん気温も高くなってきて、シーバスシーンどんどん盛り上がってきます。ぜひこの2つのモデルを使って皆さんも楽しんでみてください。今回は、この辺りで終わりたいと思います。チャンネル登録とコメントよろしくお願いいたします。